兄弟、悪党は始末できたか？ちょっとこっちに来てくれ、話がある。それを全部助けたいのか？いや、象一匹だけ、でかいし記念にな。でもさ、象一匹で小動物たくさん助けたのと同じだろ。これで猿500匹分ぐらいにはなるんじゃないか。お前が銃ぶっ放してくれたら、その間に逃がす。北から接近中だ。何？俺たち2人、カーボーイみたいに銃をぶっ放しながらジャンボ2に乗ってここから逃げるって話だ。ジャンボ 2？ ジャンボ1号の話はもうしたくないんだよ。待遇のいいサーカスならいいんだが。え？気にすんな、行くぞ。俺が運転、お前は銃。そろそろ本気出していくからな、覚悟しろ。いいな。デーカしてくんないのかよ。
おい。なあ、あの、勘弁してくれ。わかったよ。なあ、あと、ヒゲが首に当たってる。なんだよ、このゾウは背中にケツの穴2つと玉4つ乗せてんだよ。肉棒1本ぐらい我慢しろ。肉棒の話なんて誰もしてない。ヒゲだよ、首に当たってチクチクする。ああ、悪い、わかったよ。息子の方はいいのか。それもだ、下がれ。はいよ。掃除はあんただろ。計画変更、お前が運転しながら打ってくれ。俺は応援とかしてやるからさ。昔から鉱物好き好きなんだよ。気にするな。言い方が悪かったかもな。気にしてないよな。おいおい、全身だな、多分。多分？れっきとした俺の勘、独学で培ったもんだぜ。まだまだ嫌がるぞ。丘の上だよ。偶像は洞窟の中にある。死にはしない。わかんねえだろ。お前は医者か。ゾウから飛び降りた拍子に腰を強打しても死なないって断言できる資格あんのかよ。ねえだろ。ああ、少し歩かせてもらうぜ。いって、マジでいって、ちょいマシになってきた。多分死なねえ。ああ、これは大丈夫だ。大げさだった。わりわり。偶像を取りに行くぜ。残りはお前が自分で何とかしてくれ。ここで取れ。あいつを殺
このソースを試してみるか。本物の極上ソースが詰まった壺を俺たち蹴飛ばしたぜ。猿の件はもう片付いたのか。ああ、ゾウたちはもういいんだけどよ、猿にはハークおじさんの愛情がもう少し必要かもな。猿って賢いだろ。だからゾウの惑星じゃなくてやっぱ猿だよな。キングコングもアウトブレイクもみんな猿猿猿の話だ。最後の猿を探して手に入れたらタトゥーブラザー2ハーク登場って感じだな。だろ。ああ分かってたぜ。さすが俺の相棒、心の友だ。